蒲田会共済会郷土博物館は、香川県坂出市本町1-1-24にある、博物館。運営は、公益財団法人蒲田共済会。実業家、貴族院議員の鎌田翔太郎が1918年に、事前、育営、社会教育を目的として設立した、財団法人蒲田共済会の施設の一つ。 1918年に、蒲田教裁会が設立されると、1925年5月24日に、蒲田教裁会郷土博物館が開館した。博物館初代主事は、郷土市屋の岡田結吉。1992年には、JR 予算線の鉄道高架事業に伴って、建物が取り壊され、1922年に、 鎌田共済会図書館として建設された建物に移転した。この建物は1951年から1979年まで境出市立図書館として使用された建物でもある。1998年12月11日には建物が鎌田共済会郷土博物館という名称で登録有形文化財に登録された。 香川県に関する歴史資料を中心に、近世から近代の書画、写真、考古学資料、鉱石標本など1万点以上を所蔵し、展示、調査、研究を行う。所蔵品のうち、久米通券に関する一括資料は2014年に国の重要文化財に指定された。村上春樹の小説、海辺のカフカに登場する、河村記念図書館は、 鎌田共済会郷土博物館をモデルにしているという説がある。小説中の、郷村記念図書館は作り酒屋の郷村家が立ち上げた、財団が運営する図書館で2階に、書画の展示室があるという設定である一方、鎌田共済会郷土博物館は、醤油醸造家の鎌田翔太郎が立ち上げた財団が運営し、書画などの展示を行っているなど、よく似ている。 海辺のカフカは高松市を主な舞台としており、村上は坂出市の来訪経験があることから散歩で感じる。村上春樹は蒲田共済会郷土博物館と足屋市立図書館、内出文室からイメージを膨らませて、高村記念図書館を描いたのではないかと推察した。ただし、村上本人は高村記念図書館は実在しませんと表明している。 ありがとうございます。